大英博物館の展示大英博物館の展示に彫刻群を持ち帰った第七代エルギン伯爵、トマス・ブルース・エルギン・マーブルは古代ギリシアアテナイのパルテノン神殿を飾った諸彫刻。19世紀にイギリスの外交官第七代エルギン伯爵トマス・ブルースがパルテノン神殿から削り取ってイギリスに持ち帰り現在は大英博物館に展示されている。 エルギンマーブルズなどとも表記される。前後世紀、古代ギリシアアテナイの丘に立つパルテノン神殿が集築された。エルギンマーブルは、この神殿に掘り込まれていた、諸長国のことを指す。1800年、イギリスの外交官であった第七代エルギン伯爵、トマス・ブルースが、オスマン帝国駐在の特命全権大使として、イスタンブールに赴任すると、このパルテノン神殿の調査を始めた。 神殿彫刻に関心を抱いたエルギン博は、当時のスルタンセリム3世から許可を得て、多くの彫刻を切り取って、イギリスへ持ち帰った。当時のオスマン帝国はナポレオン率いるフランス軍のエジプト遠征を受けた直後であり、このフランス軍を撃退したイギリスと、良好な関係にあった。19世紀前半、ロマン主義の風潮が高まる中で、エルギンマーブルが、 イギリスで公開されると多くの人々の古代ギリシアへの同型を高めさせた。だが、一方エルギー・運ン・ハクの略奪行為を非難する声も大きく、ジョージ・ゴードン・バイロンはチャイルド・ハロルドの巡礼第2巻及びミネルバのノルイザ・カーズ・オブ・ミネルワで激しく通話した。これらの批判が激しくなったことと長年にわたる彫刻軍の輸送で巨額の負債を抱えたため、 エルギン博は1816年にイギリス政府にエルギンマーブルを寄贈、その後大英博物館に展示されて現在に至る。1970年代になるとギリシア政府はイギリスにエルギンマーブルの返還要求を強めた。しかしながら両国の見解はすれ違ったままである。現在、パルテノン神殿に残っていた彫刻の多くを展示しているアクロポリス博物館では やむを得ずエルギンマーブルの成功な新しいレプリカをオリジナルの彫刻と共に展示している。21世紀からの研究によって、エルギンマーブルを含む古代ギリシャの彫刻はもともと白い大理石の彫刻だったのではなく、かつては古代、エジプトなどの先行する古代文明の影響を受けて、国際式に着色されていたことが判明した。しかし、1930年に、 大英図書館職員らによって無断で行われた清掃作業において表面を強く研磨したためエルギンマーブルの大半から当時の色を知る痕跡が失われてしまったことが1999年に BBC によって報道されたその原因として以下の理由が挙げられるこれら複数の原因が複合して蒸気の彫刻への洗浄作業も 博物館に来る大衆に迎合するためにもっと白くするように大英博物館のスポンサーで美術収集家歌唱の初代デュビーン男爵ジョゼフデュビーンが命じたためだと言われ結果として大スキャンダルとなった同様の戦場は同時期に世界中の他のギリシャ彫刻に対しても行われたとされるこの事件は エルギンマーブル変換を求めるギリシャ側の反発を一層増す要因となっている。ミュージアム・アドミッツ・スキャンダル・オブ・エルギン・マーブルズ・ハット・ NHK スペシャル知られざる大英博物館第二週古代ギリシャ白い文明の真実2012年7月1日21時放送ありがとうございます。